大熊庭園は東京都新宿区戸塚町一丁目にある日本庭園。大熊重信の宮廷の庭園で、早稲田大学早稲田キャンパスの一角に所在する。庭園の面積は約3000平方メートル。この場所には、江戸時代後期の天保年間以降、彦根藩池や高松藩松平家の下屋敷があった。この時期に築かれた大名庭園が、 大熊庭園の元となっている。地仙海有識庭園は、大見八景を元にしているという。明治維新後、この庭園の所有者は転々としたが、1874年に大熊重の分が入手して、別邸とした。1882年、大熊は隣接地を東京専門学校開設のための用地として購入。1884年に、 大熊はこの邸宅を本邸とし、この際に庭園をバイヤを折衷式に改修している。園芸にも熱心であった大熊は、庭園に温室や菜園を設けて洋卵やメロンなどを育てた。1922年に大熊が没すると、庭園は早稲田大学に寄付され、大熊会館の庭園として一般公開された。 1945年5月の空襲で深刻な被害を受けたが戦後ほぼ復旧された。庭園には広大な芝生、小川、季節の植物、散歩道があり、ちょや小さな石灯、彫像が置かれている東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩約4分。一般公開は月曜日から土曜日の授業実施日の9時から17時まで。ありがとうございます。